俗広氏は中華人民共和国の軍人、中国人民解放軍の大将、ドン族。遊撃戦の理論家として知られ、国境内戦時の主要戦役を指揮した。戦後は総参謀長党を歴任。1958年に失脚し、一時官職に回されたが、文化大革命中に国務院の閣僚を務めた。 死後10年経った1994年12月、36年ぶりに、党中央軍事委員会によって、名誉回復がなされた。1924年春、上徳に移り、湖南省立第二師範学校に入学し、中国共産党が指導する学生運動に参加した。1926年11月、中国共産主義青年団に加入。 1927年5月、国民革命軍第24市に入隊し、共同班長に任命された。同年6月、中国共産党に入党。8月、南小機儀に参加し、経営大班長、南小機儀革命委員会の委員となった。関東地方山地区での失敗後、取得、賃金に従い越商編を転戦し、10月、 連政治指導員に任命された。1928年、湘南機に参加後、井岡山に移る。中国高農港軍の連長、英長、団長、市長、紅れない四軍参謀長、紅れない七軍団参謀長等を歴任する。横山闘争に参加し、南、貧西中央ソビエトく第一次第五次、囲い、層を転戦した。 1934年7月、皇軍北上公日先遣隊参謀長に任命され、節官編を転戦した。1935年1月、劉英と共に約500人を率いて封鎖線を突破して、節南に至り、停進市視長、節軍区司令員に任命され、国民党の支配地に、節南遊撃熱ス地を開設した。 東場級組織との連絡が失われた状況下において独立的に遊撃戦を展開した。敵、新合戦の指導方針を採択して国民党の数字にわたる、新総と二次にわたる総兵力40個連隊の大規模、囲い、総を挫折させ、節南並み遊撃ねスエッチを発展させた。日中戦争勃発後、 1938年1月、節編において、遊撃戦術を抗議し、抗日遊撃戦争の戦略的意義を説いた。4月、新四軍、第二死体副司令員、先遣死体司令員に任命され、江南の敵広方に停進した。第二死体の指揮を取り、南京、武庫、水地区において、日本軍に抵抗した。1939年8月、 新四軍港南式部副式に任命され、陳規と共に新四軍の東進北上を実行し、独立的に遊撃戦を展開しつつ、ソ南抗日ネスウを開設した。1940年7月、蘇北に停進し、新四軍蘇北式部副式県参謀長に任命された。同年10月、陳規が指揮する木橋戦役を助力し、 4倍の国民党軍の進攻を撃退し、祖北抗日値末値を発展させた。寒南事変後、新四軍第一支市,市長、池部中軍区司令院県政治委員、中共池部中区委員会書記を歴任。遊撃戦と要点争奪を結合した作戦方針を制定し、水路の発達した。 平原水門地区で水上遊撃船を展開しつつ、蘇中ち日ね水位を確立した。1944年3月、日本軍に対して局地犯行を開始し、車橋戦役を指揮した。同年12月、第一支主力を率いて、長江を溶かし、蘇節軍区司令院建政治委員に任命され、後に中共蘇設区委員会初期を兼任した。そみなみ。 石頭抗日根末地を発展させ、摂西抗日根末地を開設した。1945年、天目三区において、国民党軍に対する三次の自衛反撃戦を指揮した。1947年、俗広島降伏後、江北に戻る。1945年10月、河中軍区副司令員、河中野戦軍司令員に任命。 こういう戦役と老海戦除海弾戦役を指揮し、投降を拒否した王朝名軍、約2万人を撃滅し、国民党軍の進攻を内戦作戦で迎える、有利な条件を喪失するとともに、家中、三島解放区の連絡を達成した。1946年6月、国境内戦再開後、中共中央は、族、広島の権を採択して、対抗。 三島、家中三死軍を同時に外戦に出撃させる計画を改変し、家中野戦軍主力に、途中で内戦作戦を行わせることに同意した。7月から、家中野戦軍主力約3万人を指揮し、12万の、米軍装備の国民党軍と交戦、7007林、1ヶ月半で、約5万3000人の敵軍を撃滅した。 中国共産党中央軍事委員会は、疎中作戦の経験を全軍に通報し、これに見習うよう各区に要求した。10月、三島、家中野戦軍の会合後、中共中央の決定に基づき、戦役の指揮を担任した。1947年1月、加藤野戦軍副司令員となり、戦役の指揮を担任した。内戦作戦の条件において、前後して、 宿北、路南、雷下部、大モウ両党の戦役を指揮し、国民党政への第74子を含む7個軍と1個、快速渋滞を撃滅した。戦略構成手に号、陳期と共に、加藤野戦軍主力を率いて、路西南を停止し、進む気路与野戦軍主力の大別山なんかを援護した。砂戸州戦役を指揮して、敵1個師団を撃滅し、 敵に三頭と、大別山区から四個師団の抽出を余儀なくさせ、加藤戦区の内戦から、外戦、戦略防戦から、戦略構成への転移を実現し、予下にいける変化に停戦した。軍事、政治情勢の展開を見て取り、1948年1月と4月、三個渋滞を、南進させ、高潤地区に兵力を集中して、大撃滅戦を行うことを堅議した。 5月、陳岐が、中原の工作に移動したため、俗広氏は、加藤野戦軍司令員代理兼政治員代理に任命された。6月、与カ池ケル軍区司令員を兼任。6月から7月、加藤野戦軍8個渋滞、中原野戦軍2個渋滞を指揮して、ヨ東戦役を行い、敵約9万人を撃滅し、中原、加藤の戦略体制を一変させた。9月、 災難戦役を指揮し、災難を攻略し、約10万人を撃滅した。9月24日、Y 海戦役の発動を検議し、中央軍事委員会の批准を経て、11月6日、Y 海戦役を発起した。11月8日、加藤野戦軍副参謀長、長信と連名で、南戦国民党軍主力を助手とその周辺に、抑止して、 逐次撃滅することを剣議した。戦役中、中共愛会前線総前遺聖員となり、加藤野戦軍17個渋滞の作戦を直接、指揮した。1949年1月、第3野戦軍副司令員兼、第2副政治委員。渡り号戦役中、関南老渓、高徳山区において、敵五個軍を追撃し、南京、甲州を解放した。5月、 上海戦役を指揮し、上海郊外で敵主力八個軍を撃滅し、上海の戦災を回避した。前後して、上海市軍管会副主任、南京市軍管会主任、南京市市長、加藤軍政委員会副主席を兼任した。1955年、河学信里氏、小花、族、広氏、陳1951年、 人民解放軍副総参謀長。1954年、総参謀長。1955年、大将の階級を授与された。第1回から第3回の国防委員会委員。1958年の軍事委員会拡大会議において批判され、長期間,間、官職に回された。同年、国防部副部長兼軍事科学院副委員長に移動。 1972年、軍事科学院第一政治委員。文化大革命中、国務院の閣僚に任ぜられ、州本来の指導のもと、鉄道、交通、郵政、港湾建設、造船等を文章した。中共第7回中央候補委員、第8回第11回中央委員。1967から1968年、 1975から1982年、中央軍事委員会常務委員。1980年、全人大常務委員会副委員長に当選。1982年、中共中央顧問委員会常務委員に当選。1984年2月5日、北京で死去。ありがとうございます。